皆さん、はいはい、ちょっとあの聞きたいことがありまして、はいはい、なんか怖いな、はい、ちょっと結構重大な、まあ、レジの人がさっき注文したじゃないですか、しました。その時に、皆さんの、まあ、言いにくいですけど、麺の硬さを知りたくて、ちょっと一人ずつ言っていきましょうか、麺の硬さを。麺の硬さを一人ずつ言っていきましょう。ちなみに僕はバリカタです。バリカタっぽい。おー、僕は、はい、粉落としです。一番硬いやつ。嘘です。なんだよ。固め。お、普通にいいね。工作はちょっと嘘ついてます。あ、嘘なんですか。え、嘘ついてます。なんだこれ。隣にいたんですけど、はい、普通に大きな声、ヤワです。ヤワヤワで、そうですね。いや、食べやすそうだね。普通で。あ、普通なんだね。あ、普通。ヤマトは。俺は粉落とし。え、嘘でしょ。一番硬いやつじゃん。結構ガチ。マジなの。いや、嘘です。嘘だよね。これね、マジ硬いのですか。うん。でもね、肩って言ってたもんね、さっきね。肩って言ってた。あ、そうか。そういえば気づいた。やっちゃったね、これは。これはやっちゃったね。あのね、これはやっちゃった。バラを咲かせたっていう。バラを咲かせた。バラを咲かせたという。どういうこと？枝分かれじゃん。ただ。可愛いでしょ。可愛くない。怖い怖い怖い。ごめんね、あの死神の鎌みたい。あ、割れた。割れた。そうですね、割り箸はちゃんと割りましょうね。あ、キダチ綺麗じゃないですか。じゃあもう一個取る。あ、いいね、綺麗綺麗。これさ、あのこう2つくっついてるときに、はい、ね、俺手不器用なんだよな。あ、不器用。ポンポンって。おお、机で、あの5回、うん、机叩いたらめっちゃ綺麗に割れる。へえ。そう、ちょっとじゃあちょっとやってみるわ。あ、いいよ。じゃあ取ってあげる。はい、行きます。どうぞ。絶対割れないよ。え、ちょっと言った話が違うんですけど。違う、あの、すいません。すいません、話が違うんですけど。逆ですね。こんな逆ですね。はい、あの、やるところが逆でしたね。僕はずっとこれで食べなきゃいけないんですか。すいません。あ、いや、いいですよ。ごめんなさい。いや、いいですよ。全然いいですよ。はい、ということで、今の話は嘘ということで。